玉木朝、薫の墓は、沖縄県浦添市前田にある組踊りの祖、玉木親方朝、薫の墓。墓様式は、喫光母の素形をなす、独特の形をしている。浦添市指定史跡。この墓は正確には、玉木朝、薫個人の墓ではなく、朝薫を含む向井氏変ヘンド名殿内の歴代母で、ある。ヘンド名とのうちは、琉球王国末期には、 国神紛りヘンド名村の脇地頭を務めたが、玉木浅香ゾン名の頃は、玉木紛りの掃除当職の地位にある大名家であった。墓の外観は、亀甲墓の素形を成すと言われる独特な形をしている。屋根は繊細で消失したが、戦前の写真から亀甲型ではなく、羽地長州の墓同様、かまぼこ形を知っていたことが明らかとなっている。 墓室正面の左右に広がる袖石は、キッコーボのような屏部状に直線が折れ曲がる形式ではなく、緩やかな古城を描きながら、左右に広がっている。墓口前には、幅48センチメートルの三ミデーがあり、墓口から約5メートル先には、墓庭を区切る縁石が外へ少し張り出しながら、古城に敷かれており、袖石とこの縁石に囲まれた墓庭部は、 バチのような形をしている。墓庭は、園石部から外側より一段高く形成されている。墓庭のさらに先には石段があったと推定されるが、繊細で消失している。袖石の外側には一段低くなった石垣が少し続いているが、これも繊細で失われたのか、途中で左右非対称に途切れている。墓庭の外には、石碑の台座が残されているが、石踏みには、 繊細で失われている。墓室内部は、幅2.39メートル、奥行き2.73メートル、面積6.52平方メートルで、およそ4畳半の広さである。室内の壁は、相方積みによる石壁である。儀の腕御殿の墓のように漆喰で化粧はされていない。天井の高さは、約1.8メートルで、天井を支えるために4本の石柱が墓室内に、 設置されている。このタイプはマグニケの墓と同様で珍しい構造である。石柱頭には2本の石梁を渡し、天井石板を支えている。天井石板はニエビの骨製である。墓室正面奥には幅6 2トル高さ7 0トルの石棚があり、玉木朝、カオルノズシガメもそこに置かれていた。 この石棚のさらに奥に幅78億行き70センチメートルの小さな原室があり、その中には遺骨がそのまま葬られている。母室内から寿司亀は合計24、5機確認されているが、繊細で墓室の一部が破壊され、そこから土砂が流れ込んだために破損した寿司亀もあり、正確な総数は不明である。内訳は、石製化型寿司が一つ、 たはすべて統制ずし亀である。統制はすべて亀型で、五点型は一つも含まれていない。玉木朝、あるの寿司亀は、万願がけずし亀である。朝、さ、るの寿司亀も含め、かつて掃除等価であったメーカーにしては全体に、失素である。他に、母室内から、墓、中布が一つ見つかっているが、造母面などは書かれていない。玉木朝、あさ、かるキューボ。 一つ墓玉木朝薫は首里石峰町にあった俗に一つ墓と呼ばれる古人墓に葬られていた。1899年に前田の墓の寿司亀整理が行われたらしく、その際に石峰の墓から朝、薫の寿司亀が移送されたと推測されている。移送後、一つ墓は明け墓となったが、昭和初期まではまだ残っていた。王国時代、古人墓は ハンセン病患者など特殊な事例に限られており、朝カオルが個人墓に葬られたのは当時としては異様な出来事であるが、何故そうなったのかは不明である。また、図紙画の名所から仙骨が死後71年後の1805年であったことが判明しているが、これも通常の仙骨年から考えると異例である。玉木朝、カオルの墓は、亀甲墓の素系を成す墓と位置づけられているが、 増母年は、五三丸の墓や家御天保より以前であったのか、正確には分かっていない。沖縄戦で、墓本体の上半分が吹き飛ぶなど、大きな被害を受けた。1988年に、本格的な発掘調査が行われ、1995年に、浦添市の史跡に指定された。2005年、修復工事が行われ王子の姿によみがえった。ありがとうございます。